はい、ということでどうも皆さんこんにちは、ニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。今一発殴られてなかった？ということで今回もマイクラデッドバイデイライトやっていきますよ。今回はこのマップ開発人と一緒にやっていきます。ここにいる人は全員マイクラデッドバイデイライトを知り尽くしている。前回からのアップでもあるため、かなり高レベルなゲームになりそうだな。ここの人たちヤバンすぎない？それでは始めていきますか。今回のキラーはコマンド担当のサケさんです。肝心のカウントダウンがサウンド設定で見えないんだが、お前動画撮る才能ないって。初手から鋭すぎない？ということで始まりました。今回はガチなためて加減なしの本気でいきます。どんどん発電機を壊してやるからな、覚悟しておけ。おっと、目の前でやられたな。これはこっち来そうなので早めに隠れましょう。こっちに近づいてくるぞ。あやま、これはバレてそうですね。障害物で視界を切りつつ逃げていきましょう。体力の減り方からしてレースっぽいな。こうなったらギリギリまでチェイスを長引かせて、発電機を修理する時間を稼がなければ。あっさりやられたな。さすがは制作人、立ち回りを完璧に把握していますね。キラーに警戒しつつ発電機を修理していきましょう。こういう時が本当にハラハラするんですよね。今回は全員ボイスチャットで通話しているからいいものの、ソロで誰とも話さずやってたら本当に怖いよな。もうこれやるから本家は勘弁してくれませんかね。本末転倒じゃない？視聴者の人から嫌がらせ、ホラーゲームのギフトが届くのですが、リアルでも嫌がらせされてるの？ダウンロードしてプレイするや否やビビってアンインストール、世界一自分に恐怖が来るサイクルを繰り返してるんですよ。人体実験か何かですか？するや否や、アズスーンアズですね。唐突な英語要素。やっぱりですね、これからは発電機が修理されましたね。ゆっくり実況始めたての掛け合いか。もうそろそろセリフは最後まで言おうぜ。そうやって普通とは逆のことをやって喜ぶ時期は終わったんだって。とっくに思春期終わってるわ。おっと、2個目も修理されたようだな。この調子で修理しつつキラーを焦らせていきましょう。マイクラデッドバイデイライトは心理戦、相手の考えを読み切ることが大事。けどお前最初のコラボ脳筋プレイしてたよな。黙れ小僧、すでに修理された発電機は3つ。この調子で素早く発電機を壊していきますか。なんか金の音が鳴ったな。あれはレースが透明になった時になる音です。ここで聞こえたということは機械という証拠。一旦逃げつつ再度修理します。って言ってたらこっちに来た。一旦板で逃げつつ様子を伺います。ここからはキラーのフェイントに気をつけないといけないですね。いい感じに引きつけられているな。後ろに歩くモノスに引っかからない限りは大丈夫そうです。この間に他のサバイバーが修理してくれればいいですけど。なんか飲む音が聞こえているな。あれはレースの特殊アイテムで、一定時間速度上昇と完全透明化になるトリップするためのお薬です。言い方に悪意がある。よしよし、どうやら撒いたようですね。一応警戒しつつ発電機を修理しましょう。なかなか壊れないですね。おい、左からやってきてるぞ。ここはしっかりと視界を切りつつ板で逃げましょう。ふう、間一髪でしたね。まだ油断ができないのでキラーの位置を把握しておきましょう。どうやら撒いたようだな。本当に心臓に悪いですね。永遠にキラーが来なければいいのに。それデッドバイデイライトの意味ある？どうやら味方が発電機を修理してくれました。これで必要な発電機はあと1個だな。残る発電機が減るということは周回で遭遇する頻度も高くなるということ。より一層注意が必要ですね。またキラーが来たぞ。逃げ始めるのが遅れた。一発食らってしまいましたね。こういう時は焦らずに、落ち着いてチェイスをします。また透明のやつを飲んだな。こうなったら心音で判別するしかないです。こうなったらほぼ対処不可能なので、やけくそ板ジャンクしましょう。目安としては攻撃前に出るアイテムで判断ですね。やられちゃったな。けどここでキラーのパワーアップアイテムを合計2つ使わせたのはでかい。チェイスとしては上々ではないですかね。修理に戻りましょうか。どうやら最後の発電機が修理されたようだな。今回のアップデートで最後の発電機を修理してからのタイムリミットが追加されました。なのでなるべく早く脱出しないとですね。よし、脱出口が開きましたね。周りにキラーがいないことを確認しつつ脱出しましょうか。ということで無事脱出成功です。今回は結構チェイスで時間を稼げたな。そして無事に全員脱出。これは立ち回り的にもほぼ理想でしたね。まあ死んだが時間は稼げたし、なんで終わった途端に殴り合い始めるの？
それでは次はハードモードでプレイしてみます。今の時間は一体何だったんだ。ハードモードは一回倒されたらアスレチック送り、そのため通常よりもさらに慎重なプレイが求められます。なるほど、下手に行動したらまずいってことだな。それでは早速プレイしていきましょう。ゲームが始まったな。ハードモードは特にキラーの位置が重要、そのためいつも以上に警戒しなければいけませんね。今回最初に修理する発電機はこの神殿にします。入り口が少なく、キラーが来た時にも逃げやすい。ここならキラーに見つかってもなんとか負けるでしょう。あ、そうそう、メンバーシップを始めました。そうそうで言っていないよそれ。チャンネル登録するの近くにメンバーになるというのがあるので、もしよかったら登録をお願いします。ちなみに特典は過去の生放送アーカイブ見放題、結構数があるから家にいても暇になることがないぜ。まあ、よかったらぜひ。とか言ってたらキラーに見つかったな。もうこうなったら極限までチェイスしましょう。どうやら今回のキラーはハントレスのようだな。マイクラデッドバイデイライトのハントレスは板を挟んだチェイスに滅法強いですが、ハントレス使いの私からしたらその回避方法は把握済み。一旦ダメージを与えさせて減速しているうちにまた板ゾーンに反転。ここで音を頼りに左右を判別してチェイスを続けます。1個目の発電機も修理できたし時間は稼げているな。これ以上ダメージを受けると移動速度が低下するので、なんとか巻きたいところ。どうやら他のサバイバーにターゲットが移ったようだな。ふう、これで一安心ですね。回復して発電機を修理しに行きましょう。さっきのサバイバー死んでるんですが。満腹度を回復しようと思いましたが、近くにキラーがいるのでできない状況です。確かにマイクラデッドバイデイライトは音が大切。パンを食べる音でも特定されてしまうからな。そんなことを言っているうちに2個目の発電機が修理されましたね。いなさそうなので発電機を修理します。あれ、パンは食べないのか？完全に忘れてました。はい、致命的ミス、お疲れ様です。これはまずいですね。満腹度がマックスではないから体力の自動回復はなし。しかも今ダメージを食らったことで移動速度低下のデバフが発動したな。なんとかパンを食べられればいいんですが。あらら、ダメでしたね。それじゃあアスレチックをクリアして戻りましょう。そういえば、この実況シリーズでアスレチックが出るのは初めてだな。アスレチックは主にイージー、ノーマル、超絶簡単すぎて勘になったわねの3コースあります。あれオロチマル出てきてない？今やっているのはイージーのアスレチックですね。マインクラフトの基本的なアスレチックスキルがあれば突破できる内容となっています。けど今失敗してたよね。黙れ小僧。よしよし、やっとクリアできました。早く発電機を修理しないとですね。そろそろマップ中央の発電機を壊しておかないとまずいですね。キラーの周回上発電機が密集しているとキラーが有利なので、こういう場合は危険を冒してでも中央の発電機を修理しなければ。しかしこういう絵はなかなか地味だな。やっぱり動きがないとな。マリサは全くわかっていないですね。こういう絵があるからこそマイクラデッドバイデイライトの恐怖度が増すんですよ。それをどうリスク管理するかはサバイバー側の腕の見せ所ですね。それにしてもなかなかキラー情報が決まって後ろにいるんかい？あ、これは死にましたわ。お疲れ様でした。動画のエンドロール準備しておきます。終わらす準備進めないで。これはここで巻くしかない。一直線の道ではハントレスの餌食だが、気合と腕でなんとかするしかない。あら、食らっちまったな。これで移動速度低下で爆発動だ。状況的には圧倒的にこっちが不利。お、どうやら発電機が修理されたようだな。そのおかげかキラーは他のサバイバーの方へ向かったようです。あと一歩で死ぬところでした。これは味方ナイスプレイだな。もしかしたらキラーが先ほどの場所へ戻ってくる可能性があるので、別の発電機を修理中です。なんか第六感できそうな予感がするので逃げておきましょう。まあ立てたよチキンプレイ。お前腐ってもゆっくり実況者だろ。だったらバーッと突撃してバーッと散ってこい。行動と擬音適当すぎない？近くにキラーがいるので隠れてやり過ごします。どうやら見つかったようだな。いや、よくわかりましたね、私がいるって。ここはしっかり板でチェイスを有利に進めていきます。もう食料のパンはないので長期戦は分が悪い。そのためここは完璧なチェイスをしてキラーに諦めてもらう方法しかなさそうですね。なんとか切り抜けられましたね。早々に諦めてくれてよかったな。負けたようなので今のうちに修理しておきます。次にここに来るまで時間がありそうなので、ロスが生まれないように修理していきます。これで脱出に必要な木のピッケルが手に入りましたね。あとはビーコンを破壊して脱出するだけです。残り時間は120秒。キラーが来る前にビーコンを破壊しておかないとな。もうすでに待ち構えていますね。先にビーコンを壊そうとした味方は倒されてしまったな。一瞬の隙をついて壊しに行くしかなさそうですね。これはもう行くしかない。このまま行っても自利品で負ける。ここは大胆に壊しに行くしかない。おい、見つかったぞ。壊れろ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 。よっしゃ、なんとか死ぬ前に壊せました。
けどお前は死んでアスレチック行き、復活して脱出するまで60秒切ってるぞ。何言ってるんですかマリサ、こういう時にこそ燃えるのが2部ですよ。おお、ここで実況者力を見せつけるんだな。残り時間をご覧ください。すべてを察した。ということで私以外のサバイバーが脱出成功です。普通に脱出失敗してるし。いやはや、私の決死の行動のおかげで脱出できてよかったです。だから脱出失敗してるよね。黙れ小僧。ということで今回はここら辺でおしまいです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、メンバー登録よろしくな。まだまだマイクラデッドバイデイライト、進化していくのでお楽しみに。ゆくゆくは他の実況者様ともコラボできたらいいな。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。次回もまた見てくれよな。